皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんの食玩ソード仮面ライダーセイバーブック10になります。いよいよソードセイバーもラストナンバーブック10ですね。今回もここにフューチャリングとかアンドのない純度 100% のセイバーソードとなっております。で、今回がセイバーのラストナンバーではあるんですけれども、スタッフさんのブログを拝見しますと、今回のナンバーでも中に入ってない新しいキット2つほどブログの方でご紹介されておりまして、で、その2体のキットについてはどういった形で販売するのかっていうのは、後日このブログでお伝えします的なことが書いてあったんですよね。普通に考えたら仮面ライダーリバイスのソードの時にフューチャリングとかアントとかっていう中継がついて、その中に一緒になって出るもんだと思い込んでたんですけども、あえてその一文を書いてるってことになりますと、今後どういった形で発売されるのかちょっと気になるところですよね。で、早速ですが今回のセイバーブック10なんですけれども、今ご覧いただいてますのは納品用の12クルの箱ですね。で、今回もラインナップが全12個ですので、このボックスの状態で買えば全てダブりなしで購入することができます。で、まあこの箱見てても仕方がないので、この箱開けて中から12個の箱を取り出してまずは並べてみます。中の12箱はこんな感じですね。もう見るからにすごい濃いラインナップとなっております。では各パッケージといいますか、複数の箱で関係するものについてはそれぞれセットずつでご紹介していきたいと思います。まずは1番目、ブレイズエレメンタルマシマシ、こちら1箱完結枠ですね。スタッフさんのブログによりますと、このフォームというかこの状態っていうのは本編の中で16秒間だけ出てたらしいんですよね。よくぞまあそんなピンポイントなものをキット化してくれたなと思います。で、背面がこんな感じになっておりまして、全身クリアパーツですね。で、この流れについては、普通のブレイズに持たせてもかっこいいよなんてことがスタッフさんのブログに書いてありました。続きまして2番、3番、4番でライドガトライガー、まあ、バギー的な乗り物ですね。過去にもバイクはあったんですけれども、まあ、今回このバギー的な乗り物なので3箱完結というなかなかなボリュームとなっております。それぞれ同梱されているパーツもこんな感じで、タイヤだったりフロントだったり、そんなのがかなり分化されております。で、裏側につきましてはこんな感じになっております。そしてここからメギドゾーン、まず5番と6番でストリウス、頭部のでかい角の男とか綺麗に再現されております。顔については多分これシールですね。まあこういった顔のキットを見ますと、ジオンの時に出たアナザーライダーを彷彿としてしまうんですけども、まああちら塗装でしたけども、まあ今回普通の装道なのでシールって感じですね。裏こんな感じです。続きまして7番、8番でゾース。これもスタッフさんのブログにあったんですけども、こんなむっちりダイナマイトボディなんですけれども、脚部については足の可動範囲を多くするための工夫が凝らされてるらしいんですよね。で、反対側がこんな感じ。続きまして9番、10番でレジエル。でも皆さんこの段階でお気づきというか、スタッフさんのブログをご覧の方は分かると思いますけども、今回のこのキット、レジエルとかだけではなくって、ライダーのこの手首の角度付きのハンドパーツも付属しております。で、反対側がこんな感じ。そして最後11番、12番でデザスト。で、余談なんですけども、スタッフさんのブログでこういったキットをレビューされるんですけども、このキットだけやたら手厚い紹介のされ方でしたね。バンダイの社内を案内するような、そんなシーンがありました。裏側はこんな感じ。ラインナップは以上12種類になります。では、一つ開けてみて、中身こんな風に入ってますよっていうのをご紹介していくんですけども、まあやはりここはブレイズエレメンタルマシマシ一択な感じがしますよね。このクリアがどんな感じか見てみたいです。で、こちらですね。パッケージの内側に印刷されている詳しい取扱説明は必ずお読みくださいとありますので、ビリビリ破かずに、この開け口のところとか、この見せ目に沿って綺麗に開けた方がいいですよね。では、早速開けてみます。前回のキットの時に、ランディングのクリアパーツの試作に作ったっていう記事がスタッフさんのブログにありましたけども、結局こういったクリアパーツキットっていうのはやっぱりあるとないとで結構違いますよね。で、中身の方がじゃん。で、こんな風に内側にいろいろと印刷されております。で、まずはガムで、キットとしましては、おお、思ってた以上に深い色ですね。でも綺麗です、キラキラですね、頭部が。で、付属するシールは剣の模試のところと角度付きハンドパーツのシールのみですね。これ非常に作りやすい部類だと思います。では早速他のも開けて、組み立ててシールを貼って、全ラインナップ一気にご覧いただきたいと思います。
通りざーっとご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいりますが、まずはハンドパーツや武器類の方だけ先にささっとご紹介したいと思います。まずハンドパーツなんですけども、一応この辺りでもう線を引いた感じで分けてあるんですけども、手前側にありますハンドパーツにつきましては今回のキットで使用するものではなくって過去のラインナップですね。例えば仮面ライダースラッシュですとか、そういったキャラクターに使うことができるこういった手首のところに角度のついた武器持ち手になります。こちらにつきましては今回のキットで言いますと、エレメンタルマシマシとメギドの中でもストリウスとゾースとレジエル、こちらに付属しておりました。これで過去のキットでもかっこいい角度で武器を持たすことができるようになります。次に各キットで使用するハンドパーツですけれども、全てのライダーメギドに共通するのが開き手ですね。今本体の方には真ん中に穴の開いた武器持ち手が付けてあります。それ以外で専用のものとして付くのが、まずこちらストリウスについておりますこの穴の開いてないグッと握った握り手、これ左手の上ですね。であとはこちらデザストについておりますワンダーライドブックを持ったハンドパーツになります。心もシールですね。こういったものが付属します。次に武器類ですけれども、まずこちらがエレメンタルマシマシについておりましたクリアな流れですね。これかっこいいですよね。レリーフのところもこの透明なレリーフがあるので、反対側から向こう側のレリーフが透けて見えるので非常にかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、今回この束のところのシール貼ってしまったんですけども、レリーフはきれいに再現されているので貼らなくてもいいかもしれません。で、後の面々のものなんですけども、結局なんだかんだ言ってメギノの面々で言いますとデザスト以外の武器名ははっきりわからないので、まあ、ざっとご覧いただきたいと思いますけども、まずこちらがストリウスの持っている剣ですね。先端の部分が二股分かれております。全てに共通なんですけども、シールは片側で反対側こんな感じレリーフのみですね。で、次にこちらがゾウスの、まあ、二刀流相当ってとこでしょうか。大きさは小さめなんですけども、かっこいいシルバーのシールとなっております。反対側こんな感じでレリーフがありますので、お好きな方は塗装してもいいかと思います。で、次にこちらがレジエルの剣ですね。剣は剣なんですけども、見た目というか持った感じ結構厚みがあるので、まあ、こういった設定なのかなという気がします。反対側もこんな感じで細かくレリーフが施されております。で、最後こちらがデザストの、多分これ公式サイトで言いますと哀悼のグラチデントでいいかと思います。この真ん中のこの赤いところもシールでどころのマークとか綺麗に再現されています。ただ反対側はレリーフのみとなっております。ではキット本体の方を左から順にご紹介してまいります。まずこちらがブレイズエレメンタルマシマシですね。この全身クリアパーツの造形、非常に綺麗で涼しげですよね。今照明当てて撮影してるせいもありまして結構薄めに見えるかもしれませんが、肉眼で見ると結構濃いめのブルーでかなり鮮やかで綺麗です。で、まあ可動といいますか造形としましては、過去に発売になったブレイズの第4戦記、あれと全く同じなので、まあ細かい可動については全て割愛しますけれども、今回の中で言いますと、まあコストもかかってますでしょうし、それでいて一箱完結枠ですからね。ただそういったことがあったかもしれませんが、今回のこのライダーですとか、このメギドの面々なんですけども、こういった人型のキットの中で今回このエレメンタルマシマシのみ専用のスタンドが付属しません。まあ、その代わりスタンドに貼ることのできるシールが付属しますので、まあ、過去の他のキットのスタンドを利用してそちらにシールを貼ってもいいかと思います。ブレイズエレメンタルマシマシがこんな感じですね。続きまして乗り物枠ダイドガトライカーがこちらなんですけども、思ってた以上にこれ大きいんですよね。完成品の大きさが三輪バイクでそれぞれタイヤについたシャー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 回りますので、こんな感じで手転がしができるようになっております。で、ここのバルカン部分につきましては設定とは違うんですけども、スタッフさんのブログでも紹介してました通り、ここの部分から外すことによってこの接続がピンになってますので、この部分で手に持たすといったそういったカスタマイズも可能となっております。で、このキットですね、パッと見シール少なそうに見えるかもしれませんが、まあ、3箱完結だったという迫るかもしれませんが、意外とこちらシール多めです。この上から見た時のこのゴールドの箇所についた全て塗装で、このシルバーのガトリングもそうですし、この前側のこのシルバーのとことか、ここの側面の部分、この土台の部分のシルバー塗装なんですが、内側の模様のとこですとか、まあこれサスペンションというのかパイプというのか、この部分についてはこれ全てシールです。この短いものもありますけども、貼る場所はそれほど難しくないんですけども、いかんせんこう反対側もまあまあな枚数がありますので、ピンセットとか爪楊枝、綿棒を使って丁寧に貼ることをお勧めします。しかしまさか最後の第10弾で乗り物が出るとはちょっと意外でしたね。あんまり私本編でこの乗り物についての印象はそれほどないんですけれども、ブレイズに限らず他のライダーの取っ手でもいいんじゃないでしょうか。ただ先ほどの回転台でもご覧いただいたと思いますけども、ここの乗るところが結構前がこう狭かったりしますので、例えばブレイズのようにフロントスカートが長いキャラクターですとか、サイドスカート、そういったものが大きいものは乗せにくいですね。まあ、今回のキットで言いますと、
デザストのような腰回りスッキリしたキット出ればより乗せやすいかと思います。ライドガトライカーがこんな感じ。ではここから今回の過半数を占めますメギド枠ですね。まずはストリウスがこちらになります。もう見た目の印象からもお分かりいただけます通り、今回の全ラインナップの中で最もシールが多いシール自己枠と言っていいと思います。かなりシールって綺麗に再現されていますけども、もともとあらかじめ塗装されてた箇所というのが頭部のこの金色のレリーフの部分、あとはこの額の両脇に生えているこの緑色の部分ですね、この両側の部分と腕の横のこの銀のトゲトゲ、あとは後ろのこのスカートの内側の赤いところ、あともう一個忘れてました、この胸の真ん中のこのゴールドですね、ここが塗装となっております。それ以外は全てシールです。箱から取り出した時ボディがほぼ黒一色だったので、うわここから貼るのかでちょっとげんなりしましたけども、なんとか頑張ってシール全て貼ることができました。特に苦労したのがこの頭部の角の部分ですね。左右で形状本数違うんですけども、この先端のグリーンになっているところ 1,2,3,4,5,6,7、 これにつきましてはこの銀色のリングあたりから上までが7枚シール分割されて貼ることになります。湾曲している上に曲面に貼るので、まあこういったところ綿棒とか爪楊枝が大活躍です。あと肩とか胴体周りですね。あ、ちなみに今回のこのメギド枠なんですけれども、肩の構造についてはライダーと同じくこう引き出して前後にスイングさせる可動もあります。まあ、腕とか足こういった各部の可動について、まあ、特にストリウスについてはライダーに体型が近いので可動範囲はほぼ同じくらいですね。でスカートについても腰のところでボルジョント接続、まあ、前後に可動するというよりもこう左右にこう展開させることができるって感じですね。あとは特徴的なこの太ももについてはそのリング状の部分、これも接続がピンなのでこんな感じで上下に角度を変えて干渉を避けることができるようになっております。ストリウスがこんな感じ。続きましてゾウスがこちらですね。もうどのライダーとも近くもないこのズドーンとした体型が綺麗に再現されてるんじゃないでしょうか。これもこの肩の青いラインとか胸の青いラインで、ここもそうですね。あと肩頭部分の土台だとか爪のところのゴールド、こういったところはあらかじめ塗装されてましたが、それ以外のカラーはほぼ全てシールとなっております。まあ、顔とかもこんな感じで強化な感じが綺麗に再現されてますよね。まあ、こういったデザインであればジオウの時のアナザーライダーの時みたいに PVC で塗装されてたらなーってちょっと思っちゃいますよね。ただまあ顔の表面のレリーフが綺麗に再現されてますので、シールを単純にふわっと貼るだけじゃなくって、破れない程度にグッと押さえればこんな感じで目がくぼんでるところとか額が出っ張ってるところ、そういったところにもぴったりシールを貼ってかなり立体的な頭部を再現することができるようになっております。でこのキットにつきましてはこの太ももの部分ですね、これが完全な新規造形ということもありまして、これが今、まあ、通常の状態なんですけども、このままの状態だと足を両側に広げてもここの部分がここに突っかえるとか、でこれについてもここでぶつかるというふうな構造になっているんですけども、例えば向かって左側この右足につきましてはこの部分上ではなくて下側に可動がありますので、ここから外側にこう展開させることによって足をさらに横に持ってくることもできますし、ここのパーツにつきましても外すとわかるんですけれども、ピン穴が2つ開いております。今この下側の穴に刺さってたんですけども、これを上側の穴に刺し直すことによって先ほどよりもグイッと足を両側ともに同じぐらいの幅まで広げることができるようになっております。まあ、この仕様についてはスタッフさんのブログに書かれてたので知ってはいたんですけれども、いざ実際にキットを手に持ってでこの部分を付け替えたりこの部分を稼働させることによって脚部の範囲が大きく広がるっていうのはやってみると、おおさすがだなと思いましたね。非常に重厚な重戦士感、綺麗に再現されていると思います。ズオスがこんな感じ。続きましてレジエルがこちらですね。あんまり本編の方でしげしげ見た記憶はないんですけども、こうやって改めて見てますと鳥っぽさが遺憾なく発揮されていると思います。ちなみにこの両肩左右形状違ったんですね。で肩についてはこのカラーについては塗装です。こういった非常に目立つところが塗装済みっていうのは結構ありがたいですね。ただまあそれ以外、まあこの腕の部分ですとかこの頭部のこのゴールドのところは塗装なんですけども、あとここの黄色のちっこいトゲトゲの部分ですね、それ以外はほぼ全てシールで再現されてますので、これもまあまあなシール自己枠でした。でこのマフラーもそうなんですけれども、やはり過去のキットと同じくこの正面から見た時の内側に当たる部分はシールなんですけども、反対側はシルバーとなっております。ただまあシルバーと白ってそんなに色味が違わないので、まあ、ここについてはやってなくてもそんな気にならないかなって感じがします。でこのキットにつきましても稼働を良くするために、まあ、肩の稼働についてと同じですね。肩アーマーが動くとか、でこの太もものところのこの太ももアーマー的なもの、これも先ほどのゾウスと同じくこのパーツにつきましては上側から垂れ下がってるんじゃなくって、この下の位置ですね、下の位置で左右に展開させることができますので、この状態からこの部分をこの中に外側に開くことができます。こうすることによって脚部を大きく
左右に展開させることもできますので、跳躍したり切りかかっているそのダイナミックなポージングも取らせることができます。意外と今回の中ではこれがスタイル的にもかなり本編に近いというかかっこいいので、個人的には全くノーマークですけども結構お気に入りのキットとなりました。レジエルがこんな感じ。そして最後デザストがこちらですね。まあメギドの中では多分1、2を争うぐらいの人気のキャラクターだと思いますし、作成においても今この状態でシールを貼ったのが目のところとこの顎のところ、あと両側のこの牙のところで、腕の上と下で太もも、あとつま先の爪の部分と、まあ枚数は決して少ないわけではないんですが、貼りやすいところが多いので、今回のラインナップの中で言いますと、全くシールがなかったこのマシマシは論外としまして、それ以外の中ではかなり作りやすい部類に入ります。人気があって作りやすくてここまで再現度ですから、このキット意外と売れ行きんじゃないかななんて勝手に思っております。で、一点だけ余談というか、まあ注意点と言いますか、ご留意いただきたいなって思うのがありまして、それが先ほどご紹介しましたこの専用の武器ですね、この剣なんですけれども、まあ当然このデザストも2箱完結タイプなんですが、なぜかこの剣については、シールと剣本体が2箱に分かれております。なんでどっちかの箱にこれ寄せなかったのかわからないんですけども、最初箱順番に開封していって、先にシール側だけのパッケージを開けた時に、この剣本体が見当たらなくて一瞬なくしたかとも出せりました。ちゃんと2箱に分割されてますので、その点をあらかじめご注意ください。で、デザスト本体ですけれども、まあ今更改めて細々説明することもないですね。腰回りもスッキリしてますので、今回の中ではかなり柔軟なポージングができるようになっております。相変わらず後ろのカラー再現度は低いんですが、このマフラーは全部表裏関係なしでこの丸ごと真っ赤っかに塗装されてますので、意外とこのキット後ろから見てもそんな違和感ない感じがするんですよね。他のメギドに比べるとやはり本編登場の頻度も多かったので、このデザストのキットはぜひ押さえておきたいですよね。デザストがこんな感じ。かなり簡単なご紹介にはなってしまいましたが、仮面ライダーセイバー総動ブック10はこんな感じでした。というわけで今回は総動仮面ライダーセイバーブック10ご紹介させていただきました。総動セイバーの最終弾にふさわしいと言っていいかどうかあれなんですけども、怒涛のラインナップでしたね。まさか4人もメギドが出るとは思いませんでした。そんな中でもやはりひときわ目を引くのはやはりブレイズエレメンタルマシマシですよね。形状としては普通のライオン戦機と変わりはしないんですけれども、この透明感、これはぜひ押さえておきたいですよね。照明とか出たらすごい綺麗そうです。あと思っていた以上に大きかったライドカトライカー、ブレイズに限らず他のライダーを乗せてみて分度とかはかどる、そんな素晴らしいキットだったと思っております。で、冒頭にもちらっと話したみたいに仮面ライダーセイバーの騒動は今回で完全に終わってしまうわけではなくって、現時点で未発売のキットの情報もあるものですから、これが次のライダーの時に騒動のフューチャリングとして出るのか、どういう出方がするのかっていうのはまだ詳細は分かってはないんですけども、まだまだ出てないメギドとかフォームとかありますので、どういったものが出るのか今後も続報の方を期待して待ちたいと思います。仮面ライダーセイバーがお好きな方、グリングリン動く可動フィギュアがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。